国会を見ていると不思議です。未だに新しい資本主義の政策は理解できません。資源の最適分配の失敗は市場の失敗ですが、現状は政府の失敗が要因ではないですか。政府は需要と供給の政策を混同しているのでは。短期的に国債で減税や補助金で内需を喚起し、デフレギャップを埋め、中長期的には企業の R&D 投資や人的資本投資、それを支援する公的資本投資を行い、成長率を上昇し、安定して増税による国債償還と国内外で重要される製品開発で政府依存を脱却するしかないのでしょうか。なんか30兆円とか20兆円ぐらいの、そのデフレギャップがあるって言われてるんですけど、ただ、国債買いまくりだったり、その日銀とかが株買いまくりだったり、年金の、買いまくりだったりで、年間6兆円ぐらい日銀が、株式市場に金突っ込んでるんですよね。で、国連、年金も同じぐらい突っ込んでるので、なのでアベノミクスが始まってから多分合計したら30兆円ぐらいも株式市場に突っ込んでると思うんですよ。なのでデフレギャップを埋めるためには30兆円ぐらい突っ込めっていうのはもう結構突っ込んじゃってるんですよね。なのでお金さえ突っ込めばなんとかなるよねというのが僕は間違いだと思ってます。ではデフレギャップがあるんだからお金突っ込めばデフレが終わってインフレになるんじゃないかっていうのは一元的には正しいんですけど、最終的には価値があるものを作って外国の人がそれを買いたいと思ってくれない限り、為替が安くなっちゃうんですよ。要はじゃあ日本政府がバンバンお金作りましたって言って、でも外国人が別に日本に買いたいものないよっていうと、じゃあ円安がどんどん進んでしまって、じゃあ石油買いますとか、外国から原材料を仕入れますっていう時に高くなっちゃうんですよ。なので結果として、景気が良くならないっていう、今の日本の状況になるんですよ。なので、お金さえ突っ込めば良くなるよねっていう、そんな簡単な話ではないんじゃないかなっていうのを、僕は結構前から言ってるんですけど、ようやく今の日本の状況を見て、お金突っ込んだだけじゃダメなんだねって分かる人も増えてきたので、多分きちんと価値のあるものを企業が作れるような状況をしなきゃいけないよね、そこまで戻らなきゃいけないよねっていうふうに理解されるのは、あと3年か4年ぐらい後なのかなと思ってます。